バガルディの瓶詰め工場1959年、芸術科学都市オーシャングラフィック1997年、フェリックス・キャンデラは、メキシコの構造家、コントラクター、建築家である、スペイン・マドリード生まれ、1939年スペインに内戦が起こると、メキシコに亡命し、そこで、設計活動を始めた。HP シェル構造を用いて、構造と表現が一体化した。 流れるような曲線や曲面の空間を作り出したことで有名。1971年から米国に移住したが、キャンデラの作品のほとんどはメキシコに存在する。宇宙船研究所1951年イグレシア、ミラグローサ協会1953年キャンデラリア、地下鉄、駅1967年スポーツパレス1968年。 イース・ファンデル・ローへのユニバーサル・スペースがユークリッド・幾何の極限の表彰であるとするならば、球面・キカのそれはバック・ミンスター・フラーのジオデシック・ドームであり、フェリックス・キャンデラが手掛けたのは双極・キカの建築学的表彰である HP シェル構造である。自然界においては貝殻に代表される薄膜構造のシェル構造が建築構造学的に優れている点は、 応力が構造体の面内にのみ存在することで力が建築材料に均等に配分され、それゆえ梁や柱が必要でなくなり、軽量で耐久性のあるコストパフォーマンスに優れた建築物を作りやすいからである。事実、メキシコシティの地盤の弱さに関わらず、1985年のマグニチュード8.1のメキシコ大地震にあっても、キャンデラの建物はすべて無傷であった。 1951年、キャンデラは、メキシコシティの大学都市の中にある宇宙船研究所を建設する際、観測上、宇宙船を通すために、極めて薄いコンクリート屋根が要求されるに及んで、HP シェル構造の優位性を直感し、それにより厚みが長部でわずか 1.5cm、基部でも最大 4cm という驚異的なシェル構造物を実現させ、 建築界に一躍その名を知らしめることとなった。しかも当時、コンピュータによる複雑な構造計算を頼むことのできない時代にあって、実験模型も作らずに、構造力学的センスと直感だけでこれを行い、以後基本的に簡単な手計算と実物大モデルの試行錯誤から得られた経験的感によって行うキャンデラーの設計スタイルは修正変わることがなかった。 キャンデラが後年 HP シェルの大家と呼ばれるようになるのは三品ンンジコンクリートアーチ構造の開拓者であり、それまでの伝統的な石像アーチ構造の橋梁から革命的な変化をもたらしたスイスの構造家ロベール・マイヤールへの警護のみならず、数学が得意なキャンデラ生来の幾何学的好みと構造力学的合理性へのこだわりがあった。しかもそれだけでなく、 当時発展途上にあったメキシコにおいては、設計デザインをもっぱらに行う建築家という職業が成立し得ず、従ってコントラクターを兼業せざるを得ない環境の中で何よりも工場や倉庫といった建物を安く早く請け負う必要があったからである。シェル構造の中でも HP シェルが持つ得意性は軸方向性を持った二つの直線群が、 わずかずつずれていく連続的繊維によって曲面が生み出されていく点にあり、それゆえ RC 作りにおいてはコンクリートを打設する際において単純な直線材の型枠で済み、思考が容易であるからである。また、型枠を取り外した後に直線材の使用によって結果的にもたらされるコンクリート面のプリーツ状の打ち跡は、そのテクスチャー表現において美学的に優れたものとなり、 そのような身近な例を日本国内においては、丹下健造の東京カテドラル聖マリア大聖堂のインテリアに見て取ることができる。衣装デザイナーとしての内的欲求がまっさり、したがって構造力学的に言うと厳密には HP シェルの構造物として成立していない丹下健造の東京カテドラル聖マリア大聖堂とは異なり、 対照的に構造家としての内的欲求の強かったキャンデラの建築は、その構造力学的合理性への思考のあまり、しばしばエクステリアのデザインやファサードが貧弱となり、建築界においてもキャンデラを建築家ではなく、単なる構造家とみなす向きもあった。しかしながら、表面的な形態だけの華やかさを競ったポストモダニズム建築が失速し、その主張が後退するに及んで、 構造に正直でミニマルなモダニズム様式であり、なおかつアクロバティックな空間表現を成立させているキャンデラの建築家としての力量が再評価されつつある。キャンデラの建築では HP シェル面ンに大胆に開けられたスリットがトップライトやハイサイドライトとして利用され、ことに境界建築においてはそれらが 魅惑的で幻想的なステンドグラスの光の乱舞となって降り注ぐ内部空間を生み出し、幾重にも重なり合う HP シェルの内壁面が織りなす。光と影の工作とも相まって建物の外観からは想像もできないほどの心を踊る、劇的な宗教的空間をこの世に現出させている。ありがとうございます。